石原明の経営のヒントプラス。今日は第87回をお届けし、観光庁の事務所から30代の方、よくお客様の声を聞けと言いますが、どのようなスタンスで臨めばいいのでしょうか。今、県庁の窓口対応をしています。以下、思いつくままに書いてみると、お客様の声に寄せられる意見はすぐに反映できるが表面的。サイレントマジョリティの心の奥の気持ちをいかに救い取れるかが勝負。お客様の声にもトンチンカンなものもある。お客様の声をそのまま受け取るのではなく、受け手の情報編集スキルが大事という感じはするのですが、てんてんてんということで。これ素晴らしいね。まあこういうふうにその公務員をされてる方っていますよね。でそれで現場の方っているじゃないですか、はい、大体仕事諦めてますよね。例えば自分の仕事が組織全体変えるとあんま思ってなかったりとか、上場会社のでっかいことやってて、はい、窓口業務とかやってて、そんな何かが変わるわけがないみたいなことが多いじゃない。この人そんなこと全然変わってないね。でそういう姿勢で臨んでもらえれば、実は今ってものすごくその組織変革だったりとか、はい、社会情勢が変わってるでしょ、はい、だからこういう人がちゃんとサービスの向上をさせたりとか、組織を変えたりすることも可能性があると思うし、でやる気がないってことは、やる気のある人の意見に割とこう従いやすくなってるじゃん、はい、もちろんその変化しにくい体質っていうのがあるけど、顧客を巻き込んで変化させれば意外にいいことが進むでしょ。で最初の1個か2個は大変だけど、それが普通になっちゃって、いつも変化を起こすのはあいつだよねってなれば、だーっとこうあと引きずっていっちゃうから、意外に県庁そのものが変わっちゃったりとかすることもあるんじゃないかね。これね、あのお客さんの声聞くっていう基本的なスタンスは、こと全体っていうような考え方なんですね。個別の意見を一個一個聞くっていうのと、はい、それをその全体に対してどういうふうに理解するかみたいなことですよね、うん、それからこういう意見がすごくたくさんありますよと、はい、でもそれは反映した方がいいかどうかっていうのは、これがまた微妙で、統計じゃないっていう、だから数にたくさん触れながら、その中で本質ってなんだろうっていうのを常に見極めるような感じになるとすごくいいですよね。例えばその一個一個の意見に全部対応するってパンクするよね、はい、それからそれはその人が言ってることであって、サービスにしてもね、はい、まあ、この人は役人なんで、あのいろんな取り決めとか、果ては法律にするとしても、その法律ってその人にしか当てはまらないって法律ってあるでしょ。でも本人は強く言ってると、でも、まあ、それはその人の気持ちは収めながら、でも1万件に1件だなっていうことで対応しちゃダメだよね、はい、組織運営ってコストもかかるし、その都度反応しちゃダメだ、ね、そうそうそう、子に対しての気持ちはしっかりケアしなくちゃいけないけど、はい、それでもって組織を変えるとか仕組みを変えるって言ったらこれは違うよね。で逆にほとんどの人はそれ言わないけど、はい、それは非常にいい意見だっていう場合は1個の意見でも対応しないといけない。でそれの見極めができるかどうかっていうのはすごく重要で、はい、そういう意味では数をたくさん聞きながら本質は何かっていうのを掴んでいくってことがすごく重要ですね、実際それは、うん、やっぱり経験していく中で本質を見極める目を養うしかないのかって、その、うん、例えばお客さんが何か言うじゃないですか、はい、これ対面でやれてればもっとありがたい、はい、なんでそれはどうしてなんですかとか、なんでその点を持ったんですかとか、うん、どういうことがそれで起きてるんですかっていうふうにこう質問もちょっとこう区画していく。でそうなった時に真剣な意見って相手の感情が動きますよね。その感情が動いてることのとこまで到達できれば、その言葉の本質が見えるとかあるんですよ、うん、いや、あのそういうふうに思って言ってみただけですっていうのと、すごく、まあ、感情も再びあって、はい、本人が怒ってるっていう感情と微妙なとこがあるんだけど、はい、あ、それってすごく本質をついてるっていうのが見えないといけなくて、はい、それをだから数をずっとこなしていくうちに見えるようになってくるんだよね、はい、なるほど。当然業種によって直接面とは向かえなくけど、お客様の声を例えば拾って生かしていくっていう仕事してる人いっぱいいると思うんですけど、どうお客様の声を寄せてもらうかというかですね。いや、この人面白いところにいるよ。あの通常だと顧客と対面できないから、今あの言ったみたいに、はい、アンケート取ってとか、ね、はい、メールでいろんな意見してもらってっていう、はい、そこからアプローチしないといけないんですね、うん、で企業の側はどうやるかっていうと、アンケート寄せてもらった中で面白いなと思ったものに関しては実は直接会いに行った方がいいですね、はい、もしくはもうそれを仕組み化しちゃって、はい、定期的に20人から30人ぐらいを、まあ、3ヶ月に1回2ヶ月に1回会社に招待して、はいはい、あの意見聞くような会を作るみたいなことがいいですね。リアル必要ですね。 ものすごく必要で、このサイレントマジョリティとかってあるけど、そういう場合のヒアリングってまず最初それが出てこないんですよね。20人30人呼んで、いつもありがとうございますって、もっと意見聞かせてもらいたいから集まっていただきましたとか言って、はい、じゃあ2時間ぐらいいろいろお話聞かせてくださいって言うじゃない、はいはい、いろんな意見聞くじゃない、はい、その時の声って確かにあのいろんなこと言ってくれるんだけど、まだまだ奥に入ってないっていう場合が多い。でそういう場合はどうするかっていうと、ありがとうございましたって言って一回終わるのね。で終わった後にもう一回、じゃあまあ終わった
ったんでお茶でも飲みましょうって言ってもう一回リラックスさせるとかね。でそっからさっきのあれってどういうことですか、もうあの終わりだから大丈夫ですって、もうじゃあザクラはバラに行きましょうって言って、あのさっきのあれってどういう意味ですかとか、それどういうこととかって突っ込んで、あの言いやすい環境を作るとようやくこれが引き出せるっていう場合もある、うん、だからそれをね上手に利用が理解してて、はい、一応あの格式ばったインタビューをするじゃない、はい、その終わった後に終わりですって言ったら緩むじゃない、そこで本音が出てくるから、はい、その意見は実は非常に面白い意見、うん、人間ででも絶対そうですよ、ね、それで業種によってお客さんの声を聞きやすい業種とすごく聞きにくい業種があるんですよ。例えば子供を対象にビジネスしてる場合なんかだと、はい、子供って本当にストレートに言うんですよ。でその代わりあまりにストレートに言われるんで会社側とかね商品開発してる方はショックって言うんですよね。でそのショックを受けることに対して慣れてもらわないと全然ダメで、あの仕事って面白くてだんだんその経験とかキャリアが積んでくると、はい、自分がプロ化するでしょ。で専門家化すると何がこうのおかしくなるかっていうと、はい、そんな分かってるって話になるんですよ、はい、それを実際にお客さんにこれどうって聞けなくなるんだよね、専門家になるから、はい、それでダメ出しなんかされたらどうなるかってもっと来るよね。でもっと来た瞬間に聞かないっていう風になっちゃう会社がすごい。でもそこをきちっとお客さんの声聞くっていうことをルーチン化してる会社は絶対伸びていくんです、はい、売上が上がって利益が出てるとますます聞かなくなる、はい、もうあの会社おかしくなっちゃってダメだとなんか変えなくちゃいけないのかなと思った時には聞けるわけよ、はい、マイナスだから、はい、ところが下手に儲かってるとお客さんの声聞かなくなるわけ、儲かってるから、はい、自分たちはプロだと思っちゃって、はい、だから例えばコンビニなんかの棚でね、はい、商品がなくて実際に売り損じしてるってあるでしょ。で実際にどれくらい売れたかまだ本当は分かりませんと、はい、商品がちゃんと補充されてればもっと回転したかもしれませんと、はい、あれと同じのことがプラスで起きるのね。プラスで売れてるから本当はお客さんの声聞いたらもっと反映できるのに、はい、儲かっちゃってるから聞かないみたいな感じになる。だからこの顧客の声ってのはずっと聞かなきゃいけない。プロになればなるほどここにグリップしてるかしてないかっていうのは ものすごく多くて、あのこの方なんかが県庁の窓口で聞くことによってどれぐらいの変化を起こせるかっていう可能性はすごいたくさんあると思いますよね。いやだからね、経営者が顧客の声聞くのにたまに県庁行ってみたらいいな。でここまでストレートに物言うっていうのはすごい環境だと思うんだよね、はい、だからそれに関していやお客さんの声聞くのってこんな重要なことかとかっていうのはさなんかこうセミナーができるかもしれない。立場がさお客さんの方が偉いと思ってるでしょ。でもっと国民とか市民の方が偉いと思っちゃってるから、はい、もう一応そのなんか役人はしもべ化してるでしょイメージは、はい、そういう時だけは、まあ、そのおかげで僕らはね生きてるけどってんだけど、なんだろうと立場的にさ非常にさストレートなこと言いやすそうじゃんこれ。あともう一個ね、全体の中からそのこと全体っていうね統計じゃありませんよって話の中で一番面白い会社があって、あのここ一番っていうのは、はい、とにかくお客さんアンケートだけで伸びてる会社なんですよ。飲食どんどん衰退してる中でずっと売上が伸ばしてるんですよ、はい、で社長さんがずっと言ってましたけど、オープン以来お店に置いてあるハガキ、あそこにそのアンケート感書いてあって下のこう自由に書く欄があるでしょ、はい、あそこ全部経営者なんで月何千枚ってくる。でその中でこれはすごいっていうのだけを自分の会社は反映してここ一番が今の形に成り立ってますって言ってました、うんうん、毎日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 数見てると、うん、そういうその全体とこの比重っていうのが、うん、それも分かるんじゃないかなと思いますけどね。ぜひこの方がいただければと思います。石原さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。